敬意昇炎いと。我らが孫悟を早々に踏み荒らさせはせぬ。愛しき風景を守るためには戦いあるのみ。兵法あざなは荘園こわもてだが、故郷の風景をこよなく愛する武人である。彼は孫策の後を継いだ孫権の招きに応じ、孫悟の将となる。天下の曹操軍との戦いを前に、定邦の心は沸き立っていた。殿、周瑜、それがしの心は今炎のごとく燃え上がっている。帝昇炎、愛しき孫悟のため曹操軍を打ち払わん。腕が鳴るな。全力で行く。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。
周遊様に。馬がご入り用で。またお待ちしてます。ありがとう、少侠。少し体が楽になった。先ほどの一撃はお前の急所を貫いた。それ以上の抵抗は苦痛を長引かせるだけだ。私はまだ終われぬ。そんなのためにも。腕が鳴るぞ。進軍せよ。惑わず、ひたすらにかけるのだ。それは侮っていたか。こちらの優勢を一時覆されてしまった。これ一戦の晴れ、孫悟の未来を決めるのだ。たとえこの身がどうなろう、戦い抜く。救援が来たよ。どうしてもここから勝機をつかまねば。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。帝宝、お前の意地を見せてもらったぞ。鋼のごときその中遊。
見事なものよ。だが、それがしも殿のため、引くわけにはいかぬ。守りきれなかったが、全力で行く。巨人殿、お許しくだされ。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。よくやった。素晴らしい働きだ。よこの地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。綱領を守り抜くのが我が務め。何人であろうとこの盾は貫け。支えてくれる同胞がいならば、そうしこ今こそ不動の盾とならん。守りきれなくば無念。自分を破ると本当荒々しき誇り。剣士を得た。これです。この飛躍も叶う。私なすべきこと。シュンヤ様大丈夫？ねえシュンヤ様、しっ
早く手当てしなければ。急ぎ周囲殿を本陣までお連れしろ。殿。をもって大軍を撃つ。聖天に稲妻を走らせるがごとくだ。石帝を義軍の墓場とせん。皆さん、今こそ孫悟の天下を引き寄せる好機。早急率いる義軍を倒し、これより大計の実行にかかります。周防殿が命を懸けた策、失敗は許されません。よっ、敵が押し寄せても恐れるな。我らの陣容に不足はない。迎撃開始。腕が鳴るな。進む道を間違えたの。見逃せるほど甘くはないぞ。全力で行く。今は引こう。最後に勝利するためになる。腕が鳴るな。撃ち取った。積み上げてきたもんな。この一戦で誓った。申し訳ありません。呪春は落ちました。これこそ孫悟の結束の勝利です。殿、諸君の合皮し、合皮が孫悟のものとなれば当分義は攻めてこられぬはず。愛しき孫悟の地を守るため、必ずやかの城を攻め落とさん。
今なら落とせると踏んだんだろうけど、この城の防備を甘く見てもらっては困るな。よっ、正門に迫る五軍は家計で一掃しよう。急いで準備を進めてくれ。家計の準備は整ったな。それじゃあ始めてくれ。腕が鳴るな。火だ。俺たちは誘い込まれたのか。この地を失えば中元は裸も同然。みすみす失うわけにはいかないんだ。予想はしていたが、これほどの大軍とは。なら、こちらも呪春から援軍を呼ぶとしよう。城内に侵入した敵を一掃しよう。さあ、兵器を起動させてくれ。全力で行く。援軍到着まで耐えられるはずが。まさか私の見込みが狂うとは。伝令、孫権様、大変です。北部より魏の大軍が接近中の模様。ここまで来て。だが戦果は十分。今は行くぞ。兵法ら孫吾の軍は合肥新城の戦いを制した。だが後帝孫権は合肥を奪わず撤退を命じる。彼は孫吾の国が傷つかなかったことを喜んだ。兵法、そして皆が必死に守った孫吾の国、多くの仲間がその愛しき風景を守り散っていった。だから定法は戦い続ける。愛しき仲間たちの思いを胸に秘め、敵はみんなぶちのめしてやろうぜ。愛しき風景ってやつを守るためにな。仲間を、故郷を奪わせてなるものか。俺の命に代えても孫吾を守り抜く。砕け死ね。孫吾は美しいところだろう。私は父や兄から受け継いだ孫吾を守りたい。力を貸してくれるか。孫吾は皆の思いを乗せて乱世という大河を渡る大きな船、決して誰にも沈めさせぬ帝将園。この手で愛しき孫吾を守り抜かん。うわ！